ションは私3歳から18年間新体操をやっていて、アクション監督の根本監督に最初できるものを見せて、どういう動きが、新体操ってあんまよく分かんないからどういう動きができるって言われて、いろんな動きを見せてみて、でオリジナル技じゃないけど生み出してって作ったものが多くて、こうフィギュアとかでもあるんですけど、モグルっていうんですけど、360度足を回す動きとか、なんか女性的な、女性らしさも出せるような、なんか美を追求したアクションをやろうみたいな感じだったんです。練習はハードでしたよハードだったんだけど、すごい4人ともなんだろう、個性的なんですよ、みんな性格も。だから4人だったから頑張れたのかなっては。現場を励まし合いながらみたいな感じ、はい、なんかもう指とか挟まったりとかしてたりとかでだけど、そうですね、寒かったから余計なんか動きづらくなるじゃないですか、体が、はいはいはい、それが大変だった。私はもう本当に最初のシーンの方で一人ずつ戦う場面があるんですけど、あそこを駐車場のシーンなんですけど、そこをカットなしで長回しで撮ったんですけど、あそこが一番練習したし、一番現場でも大変でした。最後までなんかスポーツじゃないけどノーミスでやろうっていうような感じでやったんで、緊張感があって、あれ1回でしたよね覚えてないあれ1回だと思います。ああ、すげえじゃないですか。一発 OK ですか。その感覚が一瞬その試合を思い出したんですよね、うん、次本番って言った時に、これ同じあの時の感覚だと思って、私その感覚大好きなんですよ。だからすごくなんか18年間やってきたものが活かせる場所だなってすごく実感して、でも OK じゃなくて監督が、いや良かったよ、ハイキックがすごく良かったよ、足がすごく良かったって言ってくれて、多分アスリートはメンタル的にもう M 体質だから、追い込まれないと、追い込まれていきたいタイプなんですよね、私も。だから究極になればなるほどこう燃えてくるっていうか、台本を最初もらった時に、でもこれ私だけじゃなくて、みんなこれどっちがどっち、 A と B どっちがどんな感じなんだろうって言いながら監督とも話して、もう現場にいた時に一番分かりやすいよって言われて、まあそうだと思って、で現場に行った時も一回どのシーンだっけな、私が彼氏というか、カメラマンの彼氏のところに遭遇しちゃうっていう世界の、あそこのシーンは私ウィッグをかぶってるんですけど、あれ今 A だっけ B だっけってスタッフの人たちともみんなで会って私今多分 A です、え B だよみたいな、そういうことが結構繰り広げられてて、現場でこうやりながらちゃんと理解できていくっていうか、確認しながらできていくっていう、だからすごい現場で作り上げていく感はすごくあります。台本だけじゃ想像してても想像しきれないっていうか、しかも見てさらにああこうなったんだみたいなところはなかったですか、ね、みんな言ってます初めて映画見て、あこういうことなんだ、すごいそうだったんだっていう、はい、やっぱ女の子があんなもうスタントなしで本気で戦ってって多分今までないんじゃないかなって思ってて、で4人ともそれぞれそのアクションも個性を出せてるというか、ひなちゃん、ななちゃん、からの私ってみんなそれぞれできるものも違うし、だからその良さが全部全面的に出せてるんじゃないかなって思うので、アクションは絶対に必見だし、あと歌とダンスっていうのももちろんそうですね。みんななんかこう不得意なものもあるし、でもそれをこうなんか助けながらってやってたので、はい、すごいエンターテインメントな作品になってると思うので、はい、ぜひ見てください。なんで歌とダンスだけでやや笑いながらですか。私
歌苦手なんですよ。最初から言ってたんですよ、監督に。あの歌は私はもう本当に違うと思うのでって言ってたんですけど、あの多分一番私は歌が苦労しましたかね。みんな笑ってましたね。ダンスは？ダンスはやっぱ新体操もずっとやったんで、あの音聞いて踊るっていうのはすごい好きなんで、で最近発見したんですけど、あのアクション本格的にやり始めて、曲かけると覚えやすいんですよね。なんか曲に合わせるじゃないけど、音を聞くとなんか動きを覚えやすいっていうのがあって、なんかそういうのが身についてるみたいです。ああ、じゃあ歌が必見だってことですね。そうですね、それはもう、はい。